北千住の皆さん、こんばんは。電動車の菅野直樹です。本日西口2階で皆様に福音を伝えに来ました。聖書は世界のベストセラー。この聖書は3つのことを伝えます。第1番目神、2番目罪、3つ目救い。私たち目に見えませんけれど、神様はいるんですよ。自分で生きて自分の力で生きているように思うかもしれないけど、私たちは神の手の中で転がされるかのように守られ生かされているんです。皆さん、神はおられます。2020年はコロナで始まり、コロナで暮れていくような1年でしたが、コロナウイルス目に見えません。コロナウイルスが目に見えないように、神は目に見えないけどおられる。そしてこの神が私たち人間を作られたと聖書は語ります。今日皆さんに世界のベストセラーをお配りしています。北千住の皆さん、こんばんは。今日皆さんに神の愛、福音を語りに来ました。神がおられます。しかし神を信じないことは罪です。神を信じないことが罪であるなら、何が罪だ。それは神との関係が切れていることです。神との関係が切れているならば、その枝と木が切り離されているように、花が枯れてしまうように、皆さん、神を忘れ神を信じない人生というのは聖書が語る罪なんですね。皆さん、その罪から神は私たちを救ってくださる。ザ・バイブル聖書はこう語ります。神は実にその一人もくださったものにこの世を愛してくださった。それは御子を信じることが一人も滅びないで永遠の命を得るためである。聖書はあなたに対する神の言葉、神からのラブレターです。お兄さんにお姉さん、おじさんにおばさん、子供たち、皆様に今日神の愛を伝えに来ました。あなたへのメッセージ黒板に捨てます。よかったら受け取ってください。今日私たちが配っているこの小冊子、あなたは愛されるために生まれた、あなたは愛されるために生まれたという歌があるんですけど、今日は街頭演説を通して皆さんに神の愛、福音をお伝えしています。お仕事帰りの皆さん、お疲れ様です。神は目に見えませんけれど、あなたと共におられます。今日私たちは神を知るために3つの入り口をお伝えします。第1番目、孤独。人は孤独を感じているものです。まあ、それはいい意味で働くと、友達を作る、結婚する、家庭を持つ、人と人とつながっていく。しかしその孤独の意味は何か。孤独の意味は神を知るために人は孤独を感じているんです。聖書はこう語ります。聖書の3章11節、私はあなたと共にいる。神は目に見えませんけれど、私たちと共におられるのです。皆さん、孤独の答えがここにあります。神は共におられます。どうぞその孤独を神と出会うことで満たしましょう。第2番目、病気、心の水。私たちには病気や心の水、新型コロナだけではない。あなたは毎年人間ドックを受けてるでしょうか。脳ドック、そして体中、成人病等、それを早く発見して治したらいいですよね。で、神様は病気を治すお方だ、心の傷を治してくれるお方だ、そう語るんですね。
私は主であってあなたを癒すものです。皆さん、目に見えない神様は私たちを愛して、そして私たちを救ってくれる方だ、そのように語ります。その神の一人子イエス・キリストは2021年前、つまり西暦元年にこの地上に人間の姿をとってこられた、これがイエス・キリストです。このキリストは私たちと同じ人間の姿になってこの地上に来られました。ですからこれ記念するのをクリスマスと言います。でこのキリストは最後十字架で死んで、私たちの心、体の病気を全部引き受けて死んでくださいました。皆さん、キリストの十字架はあなたのためにあるのです。どうぞあなたにキリストの愛を、キリストの十字架を今日ハートを開いて受け入れてもらいたいと、そう思っています。今日はちょっと風が強くて寒いですよね。私もちょっとロングコートを着ております。しかしですね、この服を脱ぎ捨てるように、そして新しい服を着るように、聖書はこう語ります。イエス・キリストを着なさい、イエス・キリストを信じなさい。皆さん、これが聖書のメッセージです。目に見えないけれど神はおられます。目に見えないけれどあなたは神に支えられているんですよ。あなたは神に守られているんです。皆さん、それを無視して生きることを傲慢と言います、罪と言います。現代は神がいなくても神抜きでも生きていけるような、そのような時代ですよね。お金がある、また人と人とのつながり、力があれば生きていけるかのように。しかし皆さん、人はいつか死にます。死ぬなんて考えてなくてコロナで亡くなった方もいます。死ぬなんて考えてなくて今日亡くなる人もいるかもしれない。でもあなたに知ってもらいたい、神があなたを生かし、神があなたを守っておられるんです。スマートフォン片手に、スマートフォンも依存症になるならば神依存症になりませんか。神はあなたと共におられ、スマートフォンで LINE、 スマートフォンで人と人とがつながれるように、皆さん、イエス・キリストを通して神とつながり、そしてあなたの人生は守られ、支えられ、幸せに生きることができます。皆さん、今日皆さんに伝えたい、神を信じて生きてください。聖書はそれを語るんですね。神様といっても目に見えない、だから人間の目に見える姿になってきてくださった神、この方がイエス・キリストです。なぜイエス・キリストなのか、なぜキリスト教なのか、神教じゃダメですか、なぜキリスト教なんでしょうか、神教はダメなんでしょうか。皆様、神教であるならば人が完全な姿にならなければ天国へ行けません。しかしイエス・キリストは下ってこられた、神が人間の姿になって下ってきて、そして私たちの罪を背負い、私たちの身代わりになって死なれ、死んで墓に葬られ、3日目によみがえって今も生きています。北千住の皆さんにお伝えしたいことします。お勤めお疲れ様です。仕事帰り、またこれからデート、あるいは学校帰りの皆さんもいらっしゃると思います。今日皆様に変わることのない神の愛を伝えてきました。しかし神の愛というときに罪がわからなければ、神の愛って言ったって神様があなた愛してますよ、ああそうって終わっちゃうんですよね。罪とは何か、神から離れやがて死ぬこと、罪とは何か、不幸の根っこにあることです。しかし神は私たちにその罪から救い出すためにイエス・キリストを十字架にかけて死なせてくださったんです。イエス・キリストが死なれたのはあなたの罪のため、あなたの命を救うためです。イエス・キリストを信じてください。そうしたら救われます。イエス・キリストを信じてください。そうしたら幸せになれます。神によって守られ、そして神と共に天国に行くまで、
きていきましょうよ。お姉さんね、お兄さん、お仕事帰りお疲れ様です。こんにちは。茶色いヘアが似合ってますよ。こんにちは。あなたは愛されています。バッグのファスナーが開いてますけど、そこにバイブルをしまってお持ち帰りください。神からのラブレターです。神はあなたを愛しています。神はあなたとここにおられます。神はあなたを作られた方です。で、キリストはですね、宗教家じゃないんですよ。あなたの心の重荷を背負ってくださる方です。マタイ福音書11章2節のところにキリストはこう語ります。すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のもとへ来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。キリストはあなたの心の重荷を背負い、そして十字架で死なれました。しかし3日目に墓の中からよみがえって今も生きています。キリストは十字架で死なれたけど生きてるんです。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きる。あなたはこれを信じるか。イエス・キリストはあなたに、私は復活したんだ。あなたが信じるならあなたも復活する。人は一度死ぬ、しかし復活して生きることができるんだ。今日皆様、あなたにこの神の愛を伝えに来ました。今日まず第一に聖書、世界とベストセラーをお配りしています。
ベストセラー、こんなに人がたくさん読んでるのか、そしたらその聖書、その本を買いたい、まあ、そう思うかもしれない。しかし日本どころじゃない、世界のベストセラー、なんかギネスブックにも載っているんです。それはザ・バイブル、聖書のブックの中の、まあ、聖書っていうとね、宗教の書のように思うかもしれません。そうじゃありません。全人類の神があなたを愛していると書いたラブレターなんです。私は中学生の時代に初めてラブレターをもらいました。そしてそのラブレターをですね、教室の片隅で机の中でこっそり見て、にっこり微笑んでいたことを思い出します。誰かにあなたのこと好きだ、ラブレターをもらったら嬉しいです。だから聖書はラブレターです。あなたには価値があります。なぜならばイエス・キリストがあなたのため死んだからです。あなたは愛されています。イエス・キリストがあなたを愛しているからです。聖書はこう語ります。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。私の目、私とは誰でしょう。神です。神の目にはあなたは高価です。どれくらい高いでしょう。物事の価値っていうのは等価交換ですね。先ほどラーメン食べましたけど、1000円払って食べたらそのラーメンの価値は1000円です。カップラーメン1杯100円。あなたのためにイエス・キリストの命がかけられた、あなたのために死なれたということは、あなたの価値は神の命と同じ価値になる。皆さん死なないでください。どうぞ自分を蔑んだり劣等感を持ったり、人と自分を比べて自分はダメだなんて思わないでください。あなたには価値があります。神があなたを愛しているからです。今日皆さんに小冊子と聖書をお配りしています。後日聖書を配ることもできますけど、今日は持ってってください。そのナップサックの中にちょっとチャックを開けて、よかったら受け取ってもらいたいと思います。そして皆さん、どうぞキリストと出会う方法を今日私たちは皆さんに伝えることができます。皆さん、私たち目に見えない、でも神はおられる、なんだ宗教かではないんですよ。皆さん、この聖書は人類に対する神の言葉です。聖書を開くとこう書いてあります。神がおられる、神が世界を作り、神が人間を作られた、あなたを作られた。つまりあなたは神の作品です。お母さんもお姉さんも、あなたは神の最高傑作の作品です。その聖書の考えともう一つ違う考えがあります。それを進化論と言います。学校の教科書に載っていて、 NHK にもそれが放映されていて、皆様、あなたの人生の中で、あなたの人生の中で、これを決断、どちらかを選ばなきゃいけない。あなたは猿から進化したのか、あなたは神によって作られたのか。猿から進化したら、としたらどうでしょうか。猿から進化したものというのは、劣っているもの、それが淘汰されていく。そして害になるものは殺しても構わない。まあ、例えば、海岸、海岸。ハエがかかってきたらバチッとこう止めて殺してしまうようにね。ゴキブリがいたらね、そのまま戻ってきたら殺してあるんでしょう。同じように進化論で人間を考えていくとね、こいつダメなやつだ、こいつダメなやつだと思ったらね、害加えなんていいって。皆さん、そういう考えになった。皆さん、今日
聖書は風は物がこの男に同じように神もそうだ。皆さん、神様って神社の深くに押し込めるようなそういうもんじゃないです。この今のコロナの時代、宗教を人々は必要としない、興味のない時代、私たちはキリスト教クリスチャンです。でも神社仏閣もこれから廃れていこうとしてるんです。宗教はいらない、金があればいい、神なんかいなくたって生きていられる、人はそのように考えます。しかしそうじゃないんです。神は生きております。人の腹の奥底を見るとね、多くの人は自己中心です。
真理であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。イエス・キリストは道であり真理であり命である。柔道、剣道、茶道、この世界には日本にはいろいろな道があるのだ。しかしイエス・キリストの道はまっすぐに天にまで続いている道なんです。道を極めるってことは素晴らしいですよね。尊敬します。しかしその道をはるかに伸ばして天にまで続いている、天からこちらまで降りてきた道がある。皆さん、それがイエス・キリストの道なんです。キリストはあなたに道、真理、命。道というのは生まれて、そして目的地へ行くもの、それが道です。真理、この世界には偽りが溢れています。嘘がいっぱいです。しかし皆さん、その嘘に対して神はもう本当なんです。マジなんです。全ての人間が嘘つきだとしても神は真実です。全ての人間があなたを裏切ったとしても神はあなたを裏切りません。神はあなたを愛しています。神様といっても目に見えない、だからイエス・キリストの人となって神が来られました。キリストは真実なお方、キリストは嘘のないお方。この世界の中でたった一つ真実があるとしたら、それはイエス・キリストなんだ。皆さん、そのイエス・キリストを隠された言葉、それが聖書なんですね。持ってって読んでみてください。世の中には宗教があります。宗教というのは神になるそのための人間の努力をする宗教です。しかしキリスト教というのは神の側から人間の側になってこられた、神が人となられた。だからそれクリスマスです。キリストはあなたの罪を背負って死なれました。キリストはあなたを愛しています。今日皆さん、イエス・キリストを信じませんか？救われますよ。第一番目、それは幸せになる。二番目、コロナや病気やこの世の災いから守られる。三番目、永遠の命を得て天国へ行くことができます。今日お母さんもイエス・キリストを信じて天国へ行きませんか？ただです。まあ、ただほど高いものはない。まあ、あるいはですね、ただっていうのはね、大したことがないって思う場合があります。どっちも違います。イエス・キリストの場合はただほど高いものがない。デパートのショッピング街でちょっと味見をして、あれはただですよね。だけどそして2000円のポイントをあげます、まあ、そうやってアンケートを取って、そして結局ですね、何かを壊される、そんなこともある。あるいは30分も取られる。ただほど高いものはない。しかし皆さん、イエス・キリストの救いはただです。本当にただです。ただ受けるだけでいいんです。神は今日あなたにラブコールをしています。2月14日もう過ぎました。3月14日、ホワイトデー、バレンタインデー、愛を伝える日です。バレンタインデーっていうのはバレンタインデーが兵士の結婚のために命を捨てた、まあ、バレンタインデー、キリスト教の関係があるのかないのか、あるのかないのか、ホワイトデーもあるのかないのか、まあ、しかしですね、皆さん、愛を伝える今日がその日です。神はあなたに愛を伝えてます。私はあなたを愛してる。私はあなたのために死んだ。そしてあなたが信じるなら、あなたがそれを受け取るなら、私はあなたと共にいる。永遠に共にいる。皆さん、人の宗教心っていうのは何事の終わりますか調べろ、片付けなさい、涙をこぼろる、
私は神の独り子として来た。イエス・キリストが十字架にかかったのは宗教家たちの妬みにあって殺された。一面においてはそうかもしれない。しかしあなたを救うため、あなたの罪を背負って、イエス・キリストの十字架はあなたの身代わりです。第一番目、あなたの罪の身代わりでキリストは十字架で死なれました。第二番目、あなたは悪魔悪霊から救うため、この世の不幸から救うためにキリストは十字架で死なれました。3番目、キリストはあなたの病気を身代わりに引き受けてください。名前で配ってます、近くで配ってますので受け取ってください。キリストはその打たれた傷による病が癒された。キリストは病気を背負いました。新型コロナウイルスとともに成人病、三大病、そして神経病、頭の病気、人はいろんな病があります。体の病気だけじゃなくて心の病もありますよね。うつ病、そして統合失調、まあ内面的な病であれば精神の病気だけじゃなくていろんな病気があります。発達障害もある。しかし神は一人一人を病気かどうかで愛してる。今日あなたがどんな人であっても、今日あなたが何をしていたとしても、今日あなたが誰であっても、神の愛は変わらないの。今日あなたが誰であっても神の愛は変わらないのです。さあ皆さんに今日世界のベストセラーザ・バイブルを買ってます。ギネスに載ったって言ったらすごいと思いませんか。皆さん圧倒的に世界で最も売れて最も人に読まれている、そして最も人の人生を変えてきた、それが聖書なんです。皆さんそのような聖書をあなたも読んでみたいと思いませんか。宗教書じゃないんです。日本の人はそう思ってるかもしれない。しかし日本と友好関係にあるアメリカ合衆国、アメリカはこの聖書、キリスト教の信仰によって始まった国。不思議なんですね。キリストを信じた国っていうのは栄える。しかし今のアメリカは必ずしも純粋にキリストを信じているだけではない。神は人間を愛し、人間というのは神が作られた男と女、そしてそれぞれに価値がある、優劣がない。しかしですね、残念ながら同性愛あるいは人工中絶、こういったことに対して今のアメリカはキリスト教から始まったのに変わってきてしまっている。なぜ人工中絶しない方がいいのか、やっちゃいけないのか、それは小指ぐらいの小さな命であってもそれは命だからです。あなたの命も命です。なぜ人を殺してはいけないのか、神が作られたから。殺されたくないでしょう。そしてあなたは大切にされたいと思いませんか。神はあなたを愛し、あなたを救うために死んでくれました。皆さん、イエス・キリストだけですよ、あなたのために死んであなたを救ってくれるのは。世の中の支配者というのはあなたのために死んでくれるんじゃなくて、支配者のために周りを殺すことなんだよ。独裁者たちを見てください。しかしキリスト、あなたを救うために自ら死なれたんです。キリストは十字架の死に至るまで徹底して使える生き方をされました。キリストは死ぬ死に至るまであなたを最後まで愛しています。目に見えないけれど、あなたは神によって作られ、生かされ、そして支えられているということを知っていますか？知ってください。あなたは感じなくても、この空気が感じなくても恩恵を与えるように、神はあなたが感じなくてもあなたと共におられます。太陽は当たり前のように朝になると出てくる。そして太陽が沈むと暗くなる。皆さんそれと同じように
神は当たり前かのようにあなたを生かし、あなたを支え、そして今日まで生かしてくれているんです。皆さん、神はおられます。この自然を見て間接的に神を知ってください。この自然を見て神がおられることを知ってもらいたいと思います。しかしもう一つ、聖書を通してイエス・キリストを通して神がおられるんだということを聖書は語ってるんです。皆さん、ですからこの聖書を一度読んでみてください。人が変えた、人が絞り出した、そのようなベストセラーを読むぐらいなので、世界のベストセラー聖書を読んでみませんか。一度読んでもらいたいと思います。そこには人類が抱える全ての問題の解決があります。聖書は3つのことを語っています。
恋人を探すよりもキリストのところへ来てください。それから恋人を探させてちょっとありません、ね、あなたを埋めることができる、あなたを満たすことができる、それはイエス・キリストの愛です。神はあなたを愛しておられます。本日ロストリートライブやって音楽を通して皆さんに伝えたいと思います。本日は街頭演説で皆さんにお伝えしています。お仕事帰りの皆さんお疲れ様です。伝道者の菅野直樹です。ザ・バイブル、そしてこの小冊子を通して皆さんに神の愛、こんなご利益の世界にない、こんな素晴らしいニュースはない、福音を伝えてきました。福音とは祝福のお手紙、お知らせ。祝福って何でしょうかね。結婚する新しい新郎新婦を祝福する、まあ、祝福っていうのはね、その人に良いことがあるように、皆さん神様はあなたに良いことがあるように願っています。しかし人はどうでしょうか。愛している人は幸せを願ってくれるかもしれない。しかしですね、同僚や友達や兄弟、家族でさえ妬みの対象になることがある。自分よりうまくいっている人を見ると面白くない。皆さん、人はなぜ心が貧しくなってしまったんでしょうか。愛されていることを知らないから。あなたは知ってますか。今日神はあなたを愛して、そしてあなたのために死んでくれたんですよ。イエス・キリストはあなたの救い主として、あなたに語っています。私のもとに来なさい、私はあなたと共にいる。目に見えないけれど神は一緒にいるんです。目に見えないけれど神は今一緒に歩いている人がそばにいるように、いや、もっと近くに神はいてくれるのです。重たい荷物を背負っているお姉さん、キリストはその重荷を下ろしなさい、全て重荷を負って苦労しているのも私のことへ来なさい。こんにちは、お元気ですか。元気の源泉を紹介します。イエス・キリストです。イエス・キリストって何でしょうか。イエスというのは神は救いっていう、キリストというのは救世主、救い主。イエスというお方は救い主だ。でもこれがね、イエス・キリストという名前の意味なんです。名字がイエスで名前がキリストじゃないですね。キリストって称号です。救い主、イエスという方は救い主。全世界でイエスを救い主と信じる人は20億人以上います。この日本にも100万人以上います。今度はあなたの番です。誰でもイエスキリストであるものは新しく作られる、古いものは過ぎ去る、身を全てが新しくなる。こんにちは、ザ・バイブル、そして調査誌を通して、今素敵なお姉さん、お兄さんが近くで聖書を配ってます。ご多分に漏れずみんなマスクをしています。早くマスクを取れる日が来るといいな。まあ、ある人はですね、マスクした方が楽だ、化粧しなくてもいいし、なんかこう顔を隠せるし、マスク依存症になってる人もいるかもしれない。でもマスク取れる日が間もなく来ますよ。コロナワクチンが5月6月にあなたにもその番が回ってくる。コロナのワクチンが打てるようになった時にね、あ、これはもう良くないもんだから拒否する自由もあります。でも受けたいならね、お願いします。皆さん、これと一緒ですよ。コロナのワクチンを受けるのと同じように、イエス・キリストを信じるか信じないか、それはあなたの手に委ねられています。宗教の勧誘をしているわけではない。今日あなたにお伝えしているんです、キリストの愛を。もしいらないなら拒んでいいですね。
皆さん、だからね、キリストの救いは信じるということが必要なんです。無理やり押し付けないんです。マインドコントロールしないんです。あなたが選ぶんです。あなたが選んでください。キリストはあなたを救う。私のもとへ来なさい。今日お勤めお疲れ様です。お疲れ様ついです。疲れたもの、重荷を負っている人、私のもとへ来なさいと言われるキリストのもとへ来ませんか。お家へ帰っていいんです。でもキリストを信じてお家へ帰ってください。今日北千住西口2階電気歩行者電気、ここは車も来ない、歩行者で守られている、安全でいいですね。電車も来ない、車も来ない。皆さん、守られてるってことは嬉しいことです。目に見えないけれど、今日あなたは神に守られてる。風が吹く、空気がある。この空気というものは目に見えないけれど恩恵をもたらしています。もし酸素がなければ人は死んでしまうでしょう。しかし酸素があるおかげで生きてられる。同じように神はあなたの心臓を動かし、目に見えないけど共にいてあなたを支えています。今日ザ・バイブル、聖書はあなたへの神の言葉です。まあ、お腹が空いたらご飯を食べる、ラーメン。でも聖書はこう言うんです。人はパンだけで生きられない。人はラーメンだけでは生きられない。人は定食だけ食べても生きられない。何が必要か。神の口から出る言葉による。あなたは愛されてる。あなたは大丈夫だ。あなたはあなたでいい。お墨付きを与えてくださるお方、その言葉が聖書なんです。人から認められ、お金持ちになり、権力を持ち、良い大学を出て、だから私は大丈夫だ、私はすごいんだじゃないですね。あなたはあなたのままでいい。障害を持っている人であれば障害を持ったままでいい。何もできないようで車椅子に乗っててもあなたは存在するだけでいい。価値がある。あなたは大切な存在なんだ。皆さん、そう言ってくださるのが神なんです。なぜならば神が私たち人間を作られたから。神はあなたを責めてない。神はあなたをダメだなんて思っていない。神はあなたをそのままで私のもとへ来なさい、そのままの姿で来なさいと招いておられるんです。伝道者のカットダウン、神の愛を北千住の駅でお伝えしています。お伝えしています。キリストはあなたを愛している神です。キリストはあなたの救い主です。イエス・キリストはあなたを愛している。今日私の街頭演説でお伝えしたいのはこのことなんです。イエス・キリストはあなたを愛しています。イエスに対するサラミラ、イエス・アイデン、ジーザス・ラムスユ、クリスト・デ・アーナ・マハルカリ・ジーザス、イエス・ルビット・テビア、ジーザス・ラムスユ、イエス・キリスト、あなたを愛しています。7カ国語でイエス・キリスト、あなたを愛してますと言いました。あなたを愛されています。世界中どの国の言葉でもイエス・キリストはあなたを愛している。その言葉より素晴らしい言葉はありません。皆さん、イエス・キリストはあなたを愛しています。あなたの救い主です。イエス・キリストを信じませんか。救われますよ。今日あなたがもし問題を持っているなら、イエス・キリストを信じたら一人で問題を解決し終わらなくていいです。その問題をイエス・キリストと一緒に解決することができるんです。今日あなたのハートの中にキリストを迎え入れませんか。あなたのお部屋に、今日あなたが老人さんとお風呂入ってご飯食べるときに寝る前にキリストに祈ってみませんか。あなたを求めます。あなたを必要とします。あなたを愛しています。今日で来てあちらこちらでバイブルを配っています。皆様どうぞこれを受け取ってください。ただです。まあただです。
くことができます。皆さん、聖書っていうのはベストセラーなんです。そしてギネスブックにとっても、もう圧倒的ですよ。何千億、7000億、1000億、なぜそんなに無駄に発行してるんじゃないですか。人々を救い、人々の人生を変えてきたんです。あなたは変わることができる。今日もしあなたがイエス・キリストと出会うならば、人生のどこからでも変わることができる。変わることができる。人生やり直すことができる。いやー、変わりたくありませんという人もいればね、ああ失敗した、もしやり直すことができるならば、イエス・キリストはこう言いました。新しく生まれ変わりなさい。キリスト、もしあなたが信じたら新しく生まれ変わることができる。新しく生まれ変わらなければ神の国に入ることはできない。新しく生まれ変わらなければ天国へ行けない。この肉のまんま、この罪のまんまでは天国へ行けない。どうしたらいいか。キリストが救い主です。このお方に頼ったらいいです。キリストはあなたをおんぶするかのように、あなたを背負い天の御国まで連れてってくださいます。まあ、そんなうまい話があるか、あるいは、いや私の生活にはあんまり関係ありません、興味がありませんって言うんでしょうか。人は平等にみんな死にます。そして問題で潰れる時がある。いつか今の人生が終わる時が来る。うまくいかない時がある。その時でも遅くないですけれど、今日、いつ、今、お兄さん、キリストのもとへ行きませんか。伝道者の加藤直樹です。今日皆さんにキリストの愛をお伝えしています。この場所は野球場のナイターのように明るい電気が照らしています。もし電気がなければ真っ暗です。私は田舎へ行って真っ暗を経験したことがあります。何の光もない。そうすると星が綺麗なんですね。でも怖かったですか。あんまり真っ暗で。私は東京生まれ、東京育ちなんです。でこの電気が明るい、明るいと闇が消えるように、皆さん、キリストは光です。キリストの光をもしあなたが受け入れたら、あなたの心の闇は照らされ、光があるならば先が見えるんです。人生に希望がなくなる。どう生きたらいいかわからない。人生に不安を抱え、明日が見えない。どう生きたらいいかわからない。それは光がないからです。あなたの心に神の光が受け入れていませんか。あなたの心の隅々まであなたの闇を照らし、そして人はどこから来てどこへ行くのかを知ることができるでしょう。神の光をどうやったら知ることができるか。ザ・バイブル、聖書です。聖書を読むならば、ああ私は罪人だな、罪人ってなんか悪いことです、人に迷惑かけたという世界よりも、神を信じない、神に迷惑をかけて、神に悲しませない病気なんです。その結果、罪の結果、人は愛せない、自己中心になるんです。今日皆さん、神の愛はもうあなたのすぐそばに来ています。さて、約2時間の予定で今日は
街頭演説を行っておりますが、一旦ここで街頭演説は休止したいと思います。19時まで、夜7時まで行いたいと思います。イエス・キリストを信じてください。そうしたら救われます。今日その神の愛を恩返して私の街頭演説を一旦終わらせていただきます。ありがとうございます。